皆さんこんにちは。楽しい楽しいダークソウル3、魔術師一人旅実況を続けていきたいと思います。前回はデーモンロー王を倒したんで、次は覇王ウォルニールかですね。まあウォルニールはあれじゃないかな、近接じゃないかな。ロビンはこんな感じで振り分けていいんじゃないかな。で、もう盾いらないから外して、呪術の火。火の強化ってできたっけ？できないと。じゃあこれで行ってみようかね。苗床の残滓。あ、間違っちゃった。これか。装備もね、近接戦闘よりでいいかな。と言っても装備する指輪がないわ。どうしよう。これ呪術でも強化しとくか。よっ。いや、もう根津港が来た。どれだ？これか。あ、ヒットポイントさえつくか。いらない。よっしゃ、行ってみましょう。いけるかな？
そやいった、いきなり殴られた。あ、減らないな、これ殴った方が早いな、きっと。あ、やばいやばい、猛毒だ、猛毒、猛毒が、あれすぐ死ぬから。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、死んだ。あ、近づきすぎた。事故だね。事故ですよ、事故。分かってたもん。うん、それ、触ったらダメだって。分かってたもん。行くぞ。なかなか厳しいじゃないですか。あった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 。あったあった、潰される。あったあった、引っかかってる、引っかかってる。あったあった、また飛びだ。飛び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 、やばいな、やばいな、やばいな、6の距離はやばい。死ぬ。頑張ろう。
った、毒だ。毒だ、やばい、やばい、やばい、逃げろ。うわぁ、やばい、やばい、やばい、ヘリだ、うわぁ。これが、ダークソウル。避けられないじゃん。いや、まさかウォルニールでこんなことになると。だいぶ捨てられないから、よし。されると一撃だからね。うわー、なんかやばいの巻いてきた。やばい、やばい、やばい。うわー、やばい、あー。とパターンが厳しかったな。
わあ、見えない。よっしゃそう、これで進めるようになったぞ。Then Tuthaken. Farewell, Ashen One.冷たい谷の許し。ああ、痛い。危ない。おう。入れられなかった。すごい。
普通にイベントやってると、ここにチーリスちゃんの、あれですよ、救援要請が出てるんで、ここで手伝いに行きます。シンディスカがね、死にやすいんでね。はい、オッケー。 Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. じゃあ探索行こうか。
この隠し階段、隠し通路ね。すごいフォーミングの。うわ、ナイス。おほほ。きつ。しかも流血ダメージが。俺はきついな。ドーリスの虫歯にゲット。アンリーですね。アンリーイベント進めてると言います。もう巡礼者が。祭祀場に戻って、シーリスちゃんからちょっとアイテムをもらってみましょう。確かなんかくれるんですよ、手伝ってると。ニンネゴの指輪と祝福された鎧抜き。Welcome home, speak. Very well, then touch Haken.Do not be gone for long.あれ、こっちど、どこだ？あ、違う、間違った。
おお、ちっやろう。グレートンですね。どう殴ってんのかな。よいしょ。お、避けるね。やるじゃん。あ、なんかハマった。あ、やばい。エストが使えなくなった。あね、落ちるとこだったよ。もう落下死とか嫌だよ。あ、減りすぎ。はい、どうもお疲れ。犬強すぎ。なんなのよ。おや、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、よし、危ない。あ、死んだ、死んだ、死んだ。この犬が強いって、なんかどうなんの？あ、また間違えた。危な。
大回復使えないけど。位牌ゲット。そう。Excuse me, I it's wrong. Well. Oh, I seem to have I.Siegfried and a little surprise. I'm not false. I know, I make a fine end, even we- And fine... To your valor? Have you somewhere, and even below that, home of your- That reminds me. Oh. Well, the only thing- よっしゃ。これでね、ジークバルドさんはまた、出てきます。しまった。フロストバイト？何？
死の指輪。おう、ワンコだぜ。どこ行くの？よっ。ほっ。ちょっ。もうなかなか硬い。これであれだね、ショートカットが来て。よいしょ。どうすっか、どこまでやるか。あらら、やばい。おいしょっす。バレた。痛い。なんてこと？おー、死んだ。くまあ、ショートカットを開けたから、ショートカットから。
ジか。死んでしまった。これで二つ目のショートカットをオープンと。じゃあね、今回はこの辺で終了にしたいと思います。次回はカリバーンを置いといて罪の都を進行したいなと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。それではバッハハーイ。